こんにちは、山中もとむです。今回は島根県の出雲市でサウナと大浴場でゆっくりできるホテルを紹介します。旅行や出張で島根に行くという方はもちろん、サウナで疲れを癒したいという方、参考にしてみてください。普段このプログラムではこれまで国内はもちろん海外59の国と地域に行った経験から皆さんの旅行に役立つ情報をお届けしています。今回紹介するのはホテルリッチガーデン出雲という宿泊施設です。場所は島根県の出雲市内にあります。このホテル、なんといっても広い大浴場でゆっくりとお湯に入りリラックスできる、さらに広々としたサウナが備わっているんです。水風呂やなんと男性でも岩盤浴のスペースも大浴場にはついています。とことんサウナで汗をかきリラックスしたいんだという方、存分に満足できる空間です。リラックススペースにはマッサージチェアが1台とテレビが見られる椅子も何台か設置されていました。また日本庭園が敷地内にはあり、鯉が泳いでいる風景も見ることができます。日中の間は緑の空間の日本庭園を楽しむことができ、夜になると灯火で照らされた日本庭園を眺めることもできます。ホテル内はオブジェや絵なども飾ってあり、部屋に向かっていく廊下は綺麗に清掃がされていました。部屋の中は、私が泊まった部屋シングルルームで、一人で泊まるには十分な広さの空間でした。ベッドも十分なサイズです。ビジネス目的の方へはきちんとハンガーもいくつか置かれていました。バスルームの中はユニットバスです。洗面台も一緒にバスルームの中に設置されています。またホテル内、新型コロナ対策でエスカレーター利用するときはボタンを押す用の綿棒もありました。朝食は純和風の和食を食べられます。気になるお値段、私が宿泊したとき3泊で税込み 14,700円でした。1泊約5,000円です。さらに GoTo トラベルのクーポンを使うと3泊で税込み 9,555円でした。1泊あたり約3,200円です。また出雲、せっかく行ったならご当地名物出雲そば食べたいという方、ホテルから徒歩圏内で行ける行列のできる出雲そばの名店があるんです。そちらについては別のプログラムで紹介するので、気になる方はそちらチェックしてみてください。出雲行って大浴場でゆっくりとくつろぎサウナで癒されたいという方、おすすめのホテルです。皆さん、今度の旅行ぜひ楽しんでください。参考になったという方はいいねの高評価、またチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。